さあ今日も休み時間はツイッター、なんかツイッター紹介するのも久しぶりじゃないですか。3週間ぶりのツイッター紹介です。今宵は制服、今宵も制服ですよ今息子さん。そして安おじさん、安おじさんも久しぶりです。教室が戻った、ただいま戻ってきました。そして妹息子さん、先生そろそろ T シャツも寒いべな。確かに寒いですよね。もうそろそろあと1枚ぐらい羽織ってもらいたいと思いますけど。ダーナさんこんばんは。こんばんは。さえさん元の教室はねだね戻ってきましたよ。いつものサテライト教室です。ちょいすけ、ちょっとねキング先生セクシーな感じでちょいすけでしたけど、今後の透け具合にご注目です。そして県民体操、昔学校でやったな。運動会の住民体操も県民体操だったんですか。私やったことないですけど、レジェンドみたいな動きもじゃあやったのかな。レジェンドじゃないってさっき怒られちゃったからもう言わないです。そしてラムテガさん、大放出スペシャルいかがでしたでしょうか。大放出スペシャル言いづらいですね。大放出スペシャルはおめぬま橋をラストということでね、言いづらいものがいっぱいです。言ってみてください皆さんも画面の前で。そして妹息子さん、クリボーさんおばんです。おばんです。妹息子さん、ソーシャルじゃ伝わらない発音ニュアンス。バッパね。バッパ。難しいな。ジッチとバッパってさっき久しぶりに言ったらすごく口がこう馴染んで懐かしい感じがしましたね。そして焼き鳥を焼くばあさんならバッパ。こう上やじしたがバッパだっぺってことですかね。葉っぱバッパだっぺということで。韻を踏んでみました。いい感じにラップできそうですね。というわけで次はなんとお久しぶりです。あの授業が来ますよ。いやどうも茨城弁太郎でございます。おばんです。いやまあ別に俺自体は毎週出てっからな結局な、ね、なんだかんだ言って毎週知ってんだよね。ですよね。絵の勉強に、でも今までね、生徒というかね、そうだから俺ちょっと本職に一回戻っからよ。本職？いや一応国語の教師だっぺ俺。そうですよね。全然国語やってねえから、だからみんなの茨城弁が鈍ってんじゃないかなと思って。そうかもしれないですね。そう。あとレジェンドって何？そういえば。レジェンド知りません？なんなのレジェンドって。スキージャンプのこう。こういうの。そう。もう謎だからよ。好きな話って分かんなかったよ。この間ちょうどテレビ出てたから。レジェンドってそういう意味な。そう。そういうリスナーさん分かってたの、視聴者の人分かってたの。どうでしょう、ごめんなさい。レジェンドこれ。好きのレジェンドな。誰だっけ、原田じゃなくて何でしたっけ、名前ちょっと忘れちゃいましたけど。葛西か。葛西選手です。葛西。夏だし秋ですよね。もう回っちゃう。そうだよ。いや分かんなかったよ。はい。で一応うちの津川の俺の担当のやつなんですけど、茨城弁ずっと今までやってきましてね、でもうだいぶこれ間空いたんで、またちょっともう一回ねこれ茨城弁の話をしてやって、この皆さんの茨城弁力っつうか語学力をよ、上げなくちゃなんねえかなと思って、前と同じちょっと基本に帰って、イラストをやっぱ用意してんですよ。イラスト、でそれでちょっと茨城弁をねこう茨城弁で言ってもらうみたいなね感じで、茨城弁でなんつうの、そうなんつうのやってみたいと思いますね。はい。じゃあ1枚目の早速イラスト出ますかこれね。はい。なんだかこれ何？国語ですよね。そう。ちょっとこれ結構アートになってるよこれ。美術じゃないですよね。美術みたいな感じで。天の声先生いないですよね。はい。これは？これなんだっけ？稲妻？雷とか。ですか？海藻？なんか木の枝っつうか海藻っつうか。なんですこれは？なんだっぺな。これなんか雷マークが後ろで出てますね。これあれだっぺな。そうなんだよ。これはいわゆる雷なんで、茨城弁でなんて言ってますか？雷言ったことない？他の言い方で雷っつったら。雷は雷じゃない。雷なの？本当に？俺なんか全然雷なんて言ったことないよ。本当ですか？いつも来様だよ。ああ、来様来たっつって。ああそろそろ来世も吹くから窓閉めっちゃえなんつって電気消せっつってね全部真っ暗にされちゃうんだよねうちの中ね、ばあちゃんとかに。あそういう思い出ないあんまり。あ雷様っていう意味でそうあそう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 雷様自体死んなかった死んなかったです。いやまだまだこれあれだよ勉強足んないっつうかごめんなさい。やっぱ若い人はなあんまし雷様とかやれんだって雷様言わないですね。うちなんかもう雷様しか逆に言わねえから雷なんつってもなまあわかっけどよ一応意味はよ。うんそうそうあとそうそうそう雷様っつうも言うし場所によっては霊様っつうんだよね。雷様がこうなまってよさらに雷様はなまって霊様っつって霊様霊様っつってそう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 いうところ結構あるよ。あれ北の方結構霊様使う人多いと思うよ。あ本当ですか。うちはまあ雷様だけどねほとんど。で雷様もそうまあ落ち雷が落ちたっつう時もね落っこったっつってね落っこるっつうのもね茨城弁だけどねあ落っこったんじゃね今でかいのな落っこったぞなんつってでかいのな多いよな。結構な危ねえよな怒っちったりね頭にきちったらもう逃げらんねえもんな。逃げらんないですよね。気をつけないといけないね。最近雨もねそうそういろいろ大変だよ。そういうなやっぱり自然災害っつうのよ侮れねえよこれね。まあちょっと語っちったな災害について。じゃあ次いきますかね。はいはいはい次ねはいはいおこれはああなるほど稲も描いてあるんですけどこれ今日は茨城弁で何言っていただきたいかと言いますと、はい、このコシヒカリが入ってるやつです。これなんて言いますか？これこうお米入ってる袋ですか？袋、うん。これ袋。袋。これなんか通称ないの？こういう呼び方。え？袋？米袋とか？あ、そう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 。米袋。うん。じゃあ茨城弁で言ってください。米袋。米袋です。正解。お、やった。そうそう。当たった。米袋ってね。米袋。まあブがプになるってパターンあって、紙袋も紙袋。紙袋とかね。言います言います。ゴミ袋とかね。ゴミ袋。そうだから手袋とかも手袋って言うんですよ。言いますね。はいはい。だから一応これは正しく米袋で。米袋。これから稲刈りですよ。今週なんかな天気悪いからよ。もう早いとこなんか買ったりしてんだけど本当はよ。あ本当ですか。だけどもう。ね、雨降ったら稲も濡れちゃうからあれ乾燥させなくちゃいけないんだよ。あれ濡れちゃうとダメなんですか？濡れちゃダメなの。つうか結局稲って稲買ってそのままできないのよ。乾燥機するのかけんだよ。へえ。そうそうだからまあ洗濯物と一緒なんだけど乾燥機にかけて乾燥させてから次もみとかもみすりっつってよ殻を取ってよ脱穀とかそう脱穀のこともみすりっつうんだけどそう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 いうのやんなきゃしちゃいけないよね。そうなんだ。だから濡れてっと結局乾燥するのにすげえ時間かかっちゃうべよ。だから灯油代もバカになんねんだよ。高えからよガソリンもな。燃料もバカになんねんな。侮れねえな燃料もこれ。天気だけじゃなくてな。燃料と天気侮れないですよ。はい。というわけでじゃあ次いきますか。次はおお。あこれはわかるかなこれ。これ相撲ですよね。相撲そう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 相撲なんだよ。これあれですか？普通にこれは相撲を取ってんだけどこれ技になってんだよね。あれですか？うん。うっちゃり？あ知ってんの？それしか知らないだけです。ああはいはいはい。そうそうそう。だからよくねまあ大体多いのは寄り切りっつうのが多いよ。押し出しとかよ。ああ寄り切り。あと上手投げ下手投げとかよ。うん。もうこれはうっちゃりっつうね。うっちゃり。そう。だからうっちゃりっつうのは茨城弁でも使ったり。使います使います。ね。うっちゃっといて。うっちゃっといてって捨てたりとかね。はい。ちょっと放り投げるようなイメージ、うっちゃりっつうんですけど、はいはいはい、これはまあそういううっちゃりっつう技が実はこういう技なんですよ。あ、こういう技だった。土俵際でこう相手うっちゃるっつうな。あ、うっちゃる。そう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 。そういうことなんですよね。うん。でこれはなんかやっぱし最後はズームがあんのかなこれもしかしたら。もしかして。おお。あれ？この相撲の人眼鏡かけてるよこれ。大丈夫。大丈夫けこれ相撲取ってる途中にメガネこれ安おじさんなんじゃないもしかしてこの相撲取りがメガネしかこう今入ってくる情報がないですけど、うん、そうそうそうつうかいつも安おじさんのねこの髪型っつうかあれが違うからよ髪の毛が生えてるだからカツラなのかどうかわかんねえんだけど多分安おじさんなんじゃねえかと、うん、安おじさんいろいろやりますね、ただあまりにも体型が違うからよそうだからこれはちょっと本人かどうかって確証がねえんだけどどうなってな安おじさんがもしかしたらつぶやいたりしてかもしんねえなかもしんないですね。はいはいはい。そうなんですよ。何でもやるな。でまあ相撲まあね今は別にやってないんですけど、はい、最近筑西市の方でね、はい、どすこいペアっつう相撲の知ってる？知ってます。イベント、はい、まあいわゆる梨相撲っつうのかな、梨できた時期とかにまあそういうので相撲大会って結構大々的にやってて、そうそう俺最初びっくりしたんだけど。うんドスコイペアっていう俺コンビだと思ったのね。あ、ドスコイのペア。そう、ビューティーペアみたいな、まあそれも古いんだけど、そうそうそう、したら全然違ってて、イベントの名前だったっつうね。ペアって梨のペアなんですよね。梨なんだよな、コンビじゃなくてな。そうそうそう。ドスコイペア。女相撲とかもあんだよね。へえ。おばちゃんつうか奥様方とかがこう相撲やったりとか、まあ子供ももちろんあるしね。子供相撲。商品もなんか軽トラ1台分ぐらい商品もあるって書いてあったよ新聞に。そんなに？そうそうだからまあいろんなやつがまあ梨もそうなんだろうけどなコシヒカリとかいろいろ出んのかね。大盤振る舞いじゃん。だから結構豪華な商品がある相撲大会でね、相撲好きな人はぜひね。ぜひ。どすこいペア8月に多分毎年やってると思うからね。違ったっけ？そのぐらいはきっとね。そんぐらいですね。梨の時期だからね。はい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 。チェックしていただければと思います。はい。ということで、あ意外とうっちゃりも多かったし。来様でもあったね。来様はね、分かんなかったです。言わなかったですね。ちょっと皆さんは来様知ってたか、まあもしくは霊様って言ってるかもしれないですけどね。また後でチェックツイッターでチェックしてみましょうかね。してみましょう。はい。というわけで以上国語の久々のね授業になりました。また次は伊豆なんだっぺな。伊豆なんだ。わかんないけどな。まあまたお会いしましょう授業で。はい。じゃあさようなら。で。